谷選手お疲れ様です。お疲れ様です。大分へようこそ。ありがとうございます。まあ、早速なんですけど、大分に来てみてどうですか。大分の街の感じとか。ああ、そうですね。ポスターが相当2年前長崎住んでたんで。ああ、そうです。ちょっと同じ九州なんで同じ感じかなと思ってたんですけど、うん、またちょっと長崎との雰囲気違って。まあ、そうですね。僕は、はい、すごくいいところだなって感じてます。大分に来てみて、まあ、まだ間もないんですけど、意外だなと思ったこととかありますか。そうですね、スタバが意外と多い近くに、はい、確かに、そうです。駅前とか2、3、2個ぐらいあるじゃないですか。ありますね、はい、密集してるな、うん、それぐらいですね。なるほど。ちなみに小田選手は喫茶店が好きっていうふうには聞いてるんですけど、はい、なんかコーヒーが好きとかあるんですか。あ、コーヒー好き。純喫茶さんの、はい、空間のコーヒーが好きです。カフェとかじゃなく、はい、喫茶店がいい。小田選手、趣味は趣味そうですね、ゴルフちょっと始めて2年ぐらい経つんで、はい、あんまり行けてないんですけど、はい、ちょっと大分にも結構いいとこあるって聞いたんで。そうなんですよ、はい、ちなみにスコアはどれぐらいなんですか。スコア100切り目指しちゃいますけど、お110ぐらいです。それです120ぐらいです。もうちょっとで100を切るぐらい。そうですね、その壁がちょっと真ん中が厚いですね。最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。そうですね、まあまあ、チーム苦しい状況なんで、まあ、とにかく少しでもいい方向に取りに行って向かっていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。